よっしゃー、何撮るか。まあ、この間連絡したじゃないですか。はいはいはい。あれのような感じで流れていきたいんだけど、最初まあグローブでも撮る。最初にそうだね。そうっすね。グローブ、まあみんなのグローブ撮らせてもらって。そうだね。でまあそれで撮ってない人とかで、まあ、そのうちアップしてもらってとか。そうっすね。どうっすか。昔紹介してたさ、全部グローブ紹介今持ってきてるやつ、うん、を一回ちょっとやろうかな。ああ、はい、はいはいはい。やっぱりみんなのやる前にちょっとみんな今ちょっとやってるから、一回俺らでやっちゃうか。そうっすね。で大体まあ10分、11分ぐらいになるようにして、うん、あとでも挨拶30分とかにして。30分？違うもう暑くて無理だ30分？自分で言った。30分って挨拶30秒にして、そこから説明とか30秒か1分ぐらいして、で説明グローブ、まあ、1個1分ぐらいにしてもらって、どれが今1,2,3,4 個ぐらいか持ってて、両兵が何個も8個ぐらいね。あー今日は暑いよ。カメラは用意した？あっちある。あ、もう、はい。どうすっかな。でサムネもまあ全部土のとこに並べてさ、うん、並べて撮って、あの文字入るところをイメージして、はいはい、撮るみたいな感じでやるか。全然話違うんだけどさ、バナマサからもらったアトムーズで撮ってますよ。ああ、一回僕が間違えて持って帰っちゃったやつ。そうだ、朝一に5時ぐらい届けた使わないのに使うっつってまたの持ってきたやつね。なるほどね。僕いろいろあんのよね今日ネタが。やっぱバッテ多いんだよね。バッテ僕も今日8個ぐらい持ってきたんです。やばなんかの手バッテバッテしまいっぱいじゃないけど。なるほど。試合前ストレッチも取るし、まあルーティンだったりもあー。俺らさ、グランドが例えばさ、グランドが9時からだとしてもさ、9時に始めんねえよ。いつもこうちょっとアップもあるし、アップとかちょっと考える時間がこうグランドをこう見ながら、こう天気をこう見ながら考えたり、誰か散歩してんなとか。今勝手にこう気が向いちゃった、やるかっていう。どうしたでさ、あのシャツさ、エアメンない？持ってきた。エアメン着てない？エアメン着ようぜ。アンシャツは結構あるよ。アクティブームが3つと、ジーニーが1つと、あとあのザナックス あの冷たいやつ、冷たい半袖と、ドストコースのやり方、オンヨネ、オンヨネもある。知ってる？ふんどし？こうやってあらよっとっつって強制です。あらよっとっつってちょっと手を取らないし、体張っていいじゃん。どこですか？こうして、こうして。なんかなかったっけ、まだここに。ある、うん、ある。これをすると、背筋がピンとして。長友さんがやってる。できない。ここ取れない。あーん！ボンレスハムみたいな。じゃあ、上がりました。普通にやりましょう。さあ、じゃあ、じゃあこの辺でいいか。自分出さなくていいですか、ね、いやー大変だ。喋るかな。神々かな。どうだ、神太郎だ。神のお告げだ。ブリブリ平成の3億円事件。何を買うの？ぜひ願ってもらえたい。よし撮ります。はい。そして聞いて、そして二人でもう一回このところで、そして二
二人で。いないそこに。いない。どうしよう。こいつは早く行こう。早く行こう。早くいねえよ。こいつは。いない。仕事で。ちょっと待って。ちょっと頭の中で整理する。本日は東京ドームに来ております。そして神岡君。神岡君。ここ違った。長島さんいない。屋根がないね、まずね。屋根ねえや。はい、どうも、ショーティングです。狙いです。はい、お願いします。はい、というわけで、本日は、グローブ紹介をしていきたいと思います。はい、で、今回は、はい、じゃあ、皆さんもぜひ、こういうグローブ、オーダーしてみてください。お願いします。はい、というわけで、本日はこのグローブたちをね、紹介しました。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。お願いします。シャー。はい。行きますか。サムネ。サムどうすっか、サムネじゃあ、こう置いて、22にします。22、そう、22です。22、ちょっと横向きにしてもらって。疲れた、はい、そして、上左かな。 Z と隠れちゃうから、Z と水のキャミンショップ。そう。そう。よし、OK。で、なるほど。で、ちょっと、あれなんですよね。文字を、どうしようかな。文字を、むずいな。見やすくするなら文字を手前3にしようか。手前3にするか。手前3で右上に1。だったら右ラベルだからこっちだね。そうですね。そう。そしたら右左上の上にここに文字入れられるから、こんな感じか。よし、いい感じです。ちょっと水野のグローブの前に両手立ってみて、座ってみて。そうそう、はい、寿司三昧。これさ、両手が存在感ありすぎて、お花みたいな感じになってる。グローブが。これもありか。じゃあ、これあっちのゼロツーの方が好きなんだ。はい、お蔵入り。オッケー。まあさっきは普通のにするわ。やらすな。これで洗濯増えるんだからもう。確かに。チーズ。回収すっか。今多分12分ぐらい経ったから、12分ぐらい経ったから、あとカットしてまあ9分か8分か9分ぐらい、多めにカットしたら8分9分、エンディングいってまあ10分超えるぐらいでいきましょう。よし、これで。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。はい、そうです、そうです。現代グローブ欲しいです。はい、両方でもいいですよ。そうですね。はい、コメントしてもらえて。はい。で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあそちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです。はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね。いつ1万人か分かんない。1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね。はいはいはい、はい。登録しておいてもらえれば。はい。いいかなと思います。そうです、お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。